どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、こうなった時って結構ないですかね。結構こうゴムの跡ついちゃって、もうなんかどうしようもないっていう時でも、今からちょっとこうお出かけして、あのおしゃれしていきたいのにゴム跡どうしようっていう時ってあると思うんですけど、でその時って、まあ、あのその直し方っていろいろ多分あのウェブサイト、インターネットとかで結構載ってるかなと思うんですけど、まあ、例えばドライヤーでちょっと乾かしてみたり、濡らしてドライヤーで乾かしてみたりとか、アイロンで伸ばしてみたりとか、なんかあのウェットシートで取ってみたりとか、結構なんかいろいろ載ってるかなと思うんですけど、でも実際問題じゃあそれでできるのって言ったら多分できないと思うので、その時の、まあパパッと、ゴム跡を隠してちょっとおしゃれにドレスアップできるヘアスタイルを今日はちょっとご提案させてもらおうかなと思ってますので、いつも悩んでた方よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。でも基本的にここで跡ついちゃってるので、まあ言ったら横の髪の毛からもう全体的に後ろまでついちゃってます。でこうなるともう本当に下ろすことはもう絶対できないですし、例えばじゃあ巻いたりとかしてももう結構上から巻かないと結構難しいかなと思うので、もうアレンジするしかないかなと思うので、まあ、その時のこうアレンジ方法をやっていきます。で大体こうお仕事の時とか結構皆さんこう後ろでまとめられることが多いかなと思うので、まあ、ここで後大体ついてるんですけど、まあ、このまま行くのはちょっとなんか前から見た時にやっぱこう髪の毛も見えないですし、ちょっとこう小ざっぱりしすぎてるかなと思うので、特にロングヘアの方とかだったらやっぱりちょっと横から髪の毛出すだけでも雰囲気変わって、いい感じになるかなと思うので、そういったアレンジをちょっとやっていきます。でまず片一方どちらかに手ぐしでまとめます。今回はじゃあこちら側にまとめますね。でこちら側に軽くまとめて3つに大体分けます。で3つに分けたのを、まあ、右でも左でもどっちもいいんですけど、まあ、右側から真ん中の方に持ってきて、次左側の髪の毛をまた真ん中の方に持ってきます。でまた右側のやつを真ん中の方に持ってきて、ちょっとこう三つ編みっぽい感じにまとめます。で三つ編みっぽい感じでまとめたら、まあ大体この編んでるところの上ぐらいでいいのでゴムで結んでいきます。その時に細かい髪の毛だったりとか、ちょっと髪の毛の毛流れが悪かったりする時もあるので、手ぐしで軽くだけ整えておきます。でここの髪の毛ですね、ここがちょっとペタンとしやすいかなと思うので、ゴムの部分を持ちながらこの辺を少しだけ広げます。ちょっと丸みが出るような感じですね。で広げていきます。で少し引き出したんですけど、まあ、その時点でちょっと跡はあるんですけど、正直引き出したりとかこうちょっと三つ編みすることによってここの跡が少し消えてくれます。ベイビーヘアオイルを使います。あとはオイルとかを毛先にちょっとなじませて、まあ、この時に一番こう朝巻いたカールだったりとか、ちょっとカールが残ってたらベストですけど、まあ残ってなかったら残ってなかったで、ちょっとこうツヤがあると髪の毛ちょっと綺麗に小綺麗に見えるかなと思うので、しっかりとオイルをつけてツヤだったりとかまとまり感を出しててください。ヘアアクセを使います。あとはヘアアクセをゴムの部分を隠すようにつけてあげる。でバランスを整えたら完成です。こんな感じでいかがでしたでしょうか。あのいろいろ考えたんですけど、やっぱりサイドに持ってくる方がゴム跡が結構、隠れてくれて、分からなくなってくれるかなと思ったので、ちょっと今回はそれを作らせてもらいました。
で、本当に時間があるんだったらちょっと濡らしたりとか、まあでドライヤーでブローしてあげるとやっぱりもっと綺麗にはなるかなと思うんですけど、やっぱりこうお仕事終わりだったりとか、まあちょっと結ばないとダメな時、例えばじゃあどっか行って、まあ、遊びに行って結んでて、あ、外してちょっと今からご飯食べに行かなあかんっていう時とか、なんかそういう時に、まあ、パパッとできて使える方法になってるかなと思いますので、またいいのが、いいの編み出せばまたご紹介させてもらおうと思いますので、よかったら今回のこともちょっとよかったら、ぜひ参考にしてください。この動画よかったら、高評価ボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。